日本大学日本大学工学部大学院工学研究科日本大学工学部は土木工学、建築学、機械工学、電気電子工学、生命応用科学、情報工学の全6学科を教育、研究する大学の学部である。また、工学研究科は工学の理論及び応用を教育、研究する大学院の研究科である。工学部75巻年々、 ロハスの工学が期待されていることから、日本大学工学部では、ロハスエンジニアの育成に取り組んでいる。2009年には、ロハスの家、e、1号また、2 0 0 3学連携、小エネルギー型雨水の再資源化、システム、乳がんチェッカー、遺伝子解析装置、などの研究が行われている。放送大学学園と単位互換協定を結んでおり、 放送大学で取得した単位を卒業に要する単位として認定することができる。工学部キャンパスは福島県郡山市に所在しており、日本大学東北高等学校が隣接している。令和元年10月の台風19号では付近を流れる阿武熊川が氾濫して、キャンパス内が水に浸かるなど甚大な被害が生じた。専門部工科第二工学部工学部と、 名称変更している。機械工学科と電気電子工学科の学生を対象に、厚労承認科の臨床工学技師の受験資格が得ることが可能な臨床工学技師課程を設置。厚生労働大臣指定臨床工学技師課程。科目の修了予定者は、卒業シーズンの3月に国家試験を受験できる。合格者には卒業と同時に臨床工学技師国家資格が得られる。 以下が、卒業時に取得可能な教員免許状である。大学院博士前期課程修了者で、学部時に基礎免許状取得者が、大学院の教職課程で関係する授業科目の単位を習得した場合、免許状を取得できるのは、以下の専攻である。ロハスの工学研究コミュニティ。工学部。 h t t p コロンススララッッシシュュ w w w s e n i h o n u a c j p スラッシュコンテンツスラッシュロハスコム2018年2月20日閲覧研究地域連携工学研究所 http://www.se.nihon-u.ac.jp:/reserch-center.reserch-center.01/2018 a 年2月 em <ical> <リン>2018年度単位 五巻案内学生、豊かなカリキュラムの提供を、日本大学百年史、第五巻、106ページ、臨床工学技師課程、工学部、http://www.se.nihon-u.ac.jp ススララッッシシュュスラッシュコンテンツスラッシュ 2013cl i n i c ーアスラッシュ2015年11月19日閲覧。 医学と工学の領域を融合した生態医療工学の拠点。統合生態医療工学研究室、酒屋研究室。http://sakatani-lab.org/.clinical-enginer.html2015 年11月19日閲覧。ab 教職課程。工学部。 h t t p w w w s e n i h o n u a c j p e d u c a t i o n e d u c a t i o n e i o n 4 0 4 2 0 1 5年11月19日閲覧。ありがとうございます。